特撮には全く関係ありませんが、先日キーボードを新調いたしました。まあ半実写映像でちらっと映ってるかもしれませんので、気になる方は過去の動画と、まあ、最新の動画でどんなキーボードを使っているのか探っていただければなと思うんですが、簡単に言うとね、ゲーミングキーボードっぽいものにした感じです。ゲーミングキーボードではなかったのかな、わかんないんですけども、はい。まあ非常にタイプ音がですね、カチカチという感じのタイプになっているわけなんですが、今現状は非常にこのカチカチ音が心地いい音に聞こえているんですけれども、まあこれから月日が経つにつれてこの音が目障りになっていく、じゃあね、目障りではないですね、耳障りになっていくんじゃないかなと思っている今日この頃です。まあ、長年ゲーミングキーボードを使っている方、こういうねキーボードの音って実際どうなんですか。カフーの振り返らないと。改めましてこんにちは、こんばんは、カフーです。まあキーボード云々の話はどうでもいいんですよ。はい、使いたかったやつを今使っているっていうだけの話ですから、もしねどんなキーボードか気になる方は、まあさっき言った通りですね、過去の動画見ていただいたりだとか、まあ、この後のコーナーであるカフー対人工知能のコーナーでですね、ちょろっとするかもしれませんので、そちらご覧ください。ということでこの動画は毎月月末に投稿予定の振り返りラジオです。アップした動画についての振り返りや裏話などをしながら、私カフーの周知を晒していきます。さあ、ガッチャドが終わって早1週間経とうとしておりますが、皆様ロスになっていたりしませんか。まあ、ポップ楽しげなね作品なだけあって、結構毎週明るくなっていたとか生きがいだったとか、そういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、最終回のねディレクターズカット版も TTFC で上がるみたいですし、 FLT ね、こちらに参加いただいたり、まだまだガッチャドロスなんて言ってる場合じゃないよとだけね、何の関係もしていない私から言っておきたいと思います。はい、おせっかいです。ということで今回も振り返っていきましょう。この番組はカフーとガッチャガッチャガチャガチャじゃないよの提供でお送りいたします。振り返りたい出動。このコーナーはアップした動画について振り返ったり、なんでこの作品を選んだかなど裏話をしていきます。今月も多くのご視聴、高評価、コメントいただきありがとうございました。また新規でチャンネル登録いただいた方もありがとうございます。いや、今月はやはり仮面ライダーガッチャードがねグランドフィナーレを迎えたということで終わってしまったと、まあ、落胆している方も多いかもしれませんね。私は終わってしまうなと思いながらですね、まあ、動画ショート動画ですね、こちらを多めに投稿したわけでございます。やはり話題なだけあってか、いつもより伸びがあったかなっていうふうに思うんですが、特にショートですね、初めての試みではあったものの、多くの方に見ていただいた、まあ、こんな感じのショートの方が意外に需要あったりするのかなんてね思った次第です。これからねこういった動画は状況によってだと思うんですけれども、まあ、どの作品でも作りやすいショート内容ではありますので、時々とか週1とか、まあ、分かりませんが投稿していこうかなとは思っております。さて、そんなショート動画ですが、久しぶりに再現料理の振り返り的なショートもアップしました。そしてクイズショートもね、いつも通りアップ中ということで、いつもより多く投稿したかなという感覚なんですが、確かにね、視聴数は一定の担保はあるかなと思うんですけれども、やっぱもろもろ考えた時にですね、ロング系の動画の方がとは思っているんです。まあ私が投稿してるショート動画って別にそんな凝ってないですし、まあ、簡単ではありますので、ロング動画を上げないタイミングでは全部ショートに回してですねっていうことも考えたりはしているんですが、まあ実際どうなんだろうなと悩んでいるところですね。要は週7日普通の動画、そしてショートのいずれかを毎日上げると、まあそんな感じなんですが、正直毎日やると逆にねモチベーション下がる気がするんですよね。動画投稿に追われるっていうような感じになってしまって、動画の内容だったり編集をね楽しめなくなる気がする。だから極力定期的なそんな投稿がいいなっていうふうに思っているんですけれども、まあ私のねチャンネルを周知していただく上ではやはり大きな手段だよなとは思ってはいます。ということで、若干ですが試験的なことをするかもしれませんので、とだけ言っておきたいと思います。さて、ロング動画ですけれども、今月はまあこれっていうことはないかな。はい、スーパー戦隊編のねオープニングエンディング主題歌ランキングも上げまして、三大特撮は動画化したということなんですけれども、その他特撮編を作ってもいいかもしれませんが、まあジャンルがねごちゃまぜになりますので、ランキングかななんてね思いますし、まあやってほしいというね
そういうジャンルがあればコメントいただければと思います。あとは今月頑張ったというとやっぱスペシャルモーニング定食かな。こちらについて、まあ、コミュニティでね投票に参加いただいた方ありがとうございました。半数に近いということでスペシャルモーニング定食にしましたけれども、他の料理に関してはねタイミングを見て再現できたらなと思っておりますので、例えば元島さんの誕生日とかにねやってもいいかなと思ってます。はい、ということでお楽しみと。あとガッチャードはねスパナが作ったローストビーフ丼とかねそういうのもありますから、まだまだ再現できそうということで自分も楽しみにしております。そんな感じでしょうか。来月はというか来月もだと思いますが、ブンブンジャーがね面白いことになっておりますので、わりかし多めに動画が出るかもしれませんし、まあ、ガブが始まるということでそっちがメインになるかもしれませんし、平成2期の仮面ライダーがね何周年っていうタイミングでございますので、そういったところも考慮してっていう感じになるかなと思っておりますので、どうぞご視聴よろしくお願いいたします。ということで以上振り返りたい出動のコーナーでした。カフー対人工知能。このコーナーは視聴者さんとコミュニケーションを取りたいカフーですが、特に質問してもらえない寂しい人間として AI を使って大喜利をしていきます。はい、面白いか面白くないか、見ている人がいるのかいないのか、そんなことはね何も考えずにやっていきたいと思いますが、まあ少しは考えろっていう話ですね。ということで1問目、特撮ヒーローが子供たちに教える特別授業の内容は何？授業、なるほどね、違うな。はい、特撮ヒーローが子供たちに教える特別授業の内容は何？受け身の取り方ね、漢字で書くところ書かないところがあるっていうところがミソですね。はい、ヒーローが子供たちに教える特別授業の内容は何？男女でヒーローをやるって論。まあさ、やっぱいろいろあるわけじゃないですか、男女、男友達、女友達とね、その友達関係でいられるのかとかよくわかんない、もういいや。はい、2問目、怪獣が温泉旅館に宿泊したら従業員がびっくりする出来事は何？いや、もうこれは一択じゃないですか。はい、怪獣が温泉旅館に宿泊したら従業員がびっくりする出来事は何？響きがうるさい。普通すぎるな。なんかもうちょっと笑い要素があったらいいんだけどな。はい、温泉旅館に宿泊したら従業員がびっくりする出来事は何？温泉が必ず濁る。まあこれもちょっとな、普通だよな。はい、温泉旅館に宿泊したら従業員がびっくりする出来事は何？自分たちで料理調理をしてくれるね、炎を吐いたりとかいろいろしてくれるじゃん。はい、続いて3問目、ヒーローが陶芸教室に通い始めたら最初に作る作品は何？陶芸教室。大丈夫だこれ。ヒーローが陶芸教室に通い始めたら最初に作る作品は何？敵ボスの人形、そして釘を打つ。わら人形じゃないんだなってね、まあ、これで敵対ボスをね通すっていう、まあ、ありそうななさそうな感じはしますけどね。はい、じゃあ4問目いきましょうか。怪獣が一日動物園の園長を務めたらどんな動物と仲良くなる？怪獣が動物園の園長、そして動物と仲良くなるかどうか、これだし以外わかんないですけど、まあいいや。はい、怪獣が一日動物園の園長を務めたらどんな動物と仲良くなる？人間。いや、まあ怪獣がね治める動物園だったら人間がね動物としてこうね見られる可能性ってあるわけじゃないですか。だったらねっていう、まあ、人間、まあ動物ですよね。はい、だって他になんか、あ、じゃあ人間と近しいとかっていうことでこういう系ですか、こういう 3種ですか。いや、はい、
怪獣が一日動物園の園長を務めたらどんな動物と仲良くなる。まあ、ゾウとかキリン。なんでって感じです。大きいから。はい、次。特撮キャラがスーパーマーケットで買い物するとしたらカゴの中に何が入る。いや、もうこれでしょ。はい。特撮キャラがスーパーマーケットで買い物するとしたらカゴの中に何が入る。エナドリ。いや、もうこれでしょ。これ一択でしょ。あ、じゃあ、こっちです。いや、でも、スーパーか。あ、これじゃね。はい。キャラクターがスーパーマーケットで買い物するとしたらカゴの中に何が入る。でん、カレールー。いや、もうこれじゃないですか。やっぱ特撮言ったらカレーですからね。カレールー入ってるんじゃないかな。ちょっと真面目すぎるか。はい、じゃあラスト行きましょう。怪獣が海水浴に行くとしたらどんな水着を着る。怪獣が大丈夫かこれ。どんな水着を着る。これやばいよこれ。もう男か女かも分かんないし、怪獣じゃないし、もうこれなんだよこれ。絵心ないやつには何も書かないようにさせましょう。ということで、カフー対人工知能のコーナーでした。こちらカフージャーナル。当月に発表された商品や映像作品などについて勝手に紹介し、勝手に感想を述べる、そんなコーナーです。ガッチャドガッチャドとうるさいかもしれませんが、まあこのタイミングですからね、商品等々多いかなということで。まずは変身ベルト関連。マジェード、そしてバルバラドが強化フォームを得たということで、それぞれ新しいドライバーユニットが予約開始されてますよね。となるとガッチャドライバーもその分必要になるなんていうね、ジレンマに落ちそうなんですが、まあ無理のない範囲で買える方はと言っておきたいと思います。ちなみにガッチャドライバーデイブレイクバージョン、こちら9月4日までの予約となっているようですので、アルティマスチームホッパーの真似をしたい方はですね、お早めに予約した方がいいかもしれません。さて、ガッチャドのボスグリオンが変身した仮面ライダードラドエルド、こちらが使うエルドラドライバー、こちらも予約開始をしていると。まあ、これをつけて遊ぶとですね、すべてを黄金にできる能力が手に入るとか入らないとか言われてはいないんですが、言われてないんかいって感じですけれども、はい、こちらも紹介しておきたいと思います。で、変身アイテム系は以上と言いたいんですが、なぜかここに来てというか1周年だからなのか分かりませんけれども、技術関連のね、メモリアルアイテムが登場しているということでね、すべて買う人は本当すごいなと思うところなんですけれども、まあ私は買い控えですけれども、まあそういう商品も出ているよという紹介です。さて、フィギュアス関連ですが、ガッチャドデイブレイクが予約開始。ウルトラマンゼロからゼロビヨンドとウルトラマンベリアルのクリアバージョン、こちらがね、発表されております。まあ、ゼロ15周年でかなりね、商品化が発表されておりますが、中でもゼロマント、こちらね、ヒューマンサイズが発売されるということでね、いろいろすごいななんて思うんですけれども、あれ、ちょっとね、フィギュアスの話じゃなくなっているんですが、まあ無理やり話を戻しまして、魂ネーション2024開催に伴って記念商品がね、ステージ別に発売されている、受注開始されているわけなんですが、記念商品なら全販売になりませんかなんていうね、苦言を言っておきたいと思います。記念だから数量限定でいいんだよとはね、思わん。昔はそれで良かったかもしれませんけれども、今のご時世ですね、転売というやつらがいるわけですから、やつらに思いをするような販売方法、それをね、選択肢に入れるっていう意味がちょっとよくわからないかな、っていうことを言っておきたいと思います。あまり言うとですね、大きいところから圧が来そうなのでやめておきますが、まあ、時代とともにね、販売方法とかしっかりと試行錯誤しないとね。はい。じゃあステージ上げて確実に買えるようにすればいいじゃんって思う方もいるとは思いますが、まあそれってお金持ちの考えですよね。お金の話で関連させてっていうとちょっと語弊があるんですが、CS 目のオーガドライバーが予約開始されました。まあ、オーガスライザー込みで5万円ということでね、帝王のベルトはちょっと違うぜっていう、木場さんもというか泉さんのためにですね、買うかななんて思いもありつつ、まあでも別にね、バンダイの収益だしなとも思いつつで、買える方はどうぞと言いたいところですね。さあ、ラスト。スーパー戦隊から特急ジャー10周年のロゴの発表がありました。ブンブンジャーにも登場するらしいですし、
まあ、これから何かしらさらに情報があると思いますが、非常に楽しみです。さらに20周年で盛り上がっていたデカレンジャー、こちら G ロッソでねファンミーティングをするみたいですから、まだまだデカレンジャーは終わらんぞということで、こちら抽選ですからね、応募だけして当たったらラッキーという感じで参加するというのはどうでしょうか。まあこういうのはね抽選でいいと思うんですよ、商品じゃないし、といったところなんですが、他にもいろいろあります。まあそちらはね公式ホームページ SNS などをお調べください。以上、こちらカフージャーナルのコーナーでした。エンディングです。全然話が違いますが、 PS5 がですね値上げするみたいですね。まあ、だからなんだっていう話なんですけれども、いやまあ関連というわけではないですけれども、久々にですねバトライドウォー的なゲームやりたいななんてね思っているわけです。まあ、スーパー戦隊でもいいですよ、ウルトラマンでもいいですよ、なんだったらヒーロー対戦でもいいですよ、ごちゃまぜで。はい、もう偉い人は新しいね特撮ゲーム作っていただけませんかなんていうね他力本願な話なんですが、出るか出ないかは知りませんけれども、気長に待つということで、今月もたくさんのご視聴登録ありがとうございました。まだ見ていない作品があればぜひ概要欄にある URL からご視聴ください。9月一発目の動画はねもちろん仮面ライダーガブになっておりますので絶対見てくださいね。以上、この番組はカフーと仮面ライダーガブ楽しみの提供でお送りいたしました。